女子キャンパー対談よっよということで、先日の動画にもご出演いただきました、リキャンさんとなるみさんの対談でございます。よろしくお願いします、はい、お願いします。で、今日はですね、ちょっとこのお二人の、料理道具と、あと簡単な一品をですね、作っていただきたいなと思って、ちょっと来ていただいております。ところによると、お二人はもともとお友達だと伺いました。イエーイ。もう出会いは何だったんですか？今時だよね。クラブハウス。クラブハウス、なんかね、キャンプ女子のくくりで部屋ができて、そこでボンボン集まって見えまして、ダーマダーマさらばしましょうみたいな。今年の頭ぐらいですね。意外と若いね。なんか、なんかキャンプ一緒に行ってるからめっちゃ仲良くなった気がする。勝手に2年ぐらい。そんな仲良しのお二人にですね、今日は我々外レシピですので、お二人の料理道具をですね、紹介させていただきたいなというふうに思っております。はい、じゃあ早速まるみさんからお願いします。はい、お願いします。今日はちょっといっぱい持ってきまして、まずバーナーが、みんな持ってる。ちょっとこのやつです。口がついてる。ちょっとこのゴムもつけて、でここもカチッてやれるように。お、オプションもついてると。そう、そしてここに封筒、はい、100均のクッキーの方、みんな使ってるやつ。それ最高。大好き。最高。このフル装備してます。お、クッキーさせた方がいいですよね。私すぐ焦がすんで、ちゃんとバーナーパッド使って、これ使ってから焦がすのだいぶ減ったんですよ。確か。で、さらにお、めっちゃ、このナプキンが中がこういう、出たこいついいよな。これどっちだろう。これシアザライズさん。はいはいはい。焦げつかない。そう、これ本当に焦げなくて、私の動画でたまにやってるんですけど、ホットケーキ、これ、はい、焼くっていうよりは全部入れてケーキみたいに作ったりとか、これセリアで買った特典になるやつです。お、そう、フライパンにもできる。そうそうそう、フライパンにもできて、醤油はホチミル。いや、いいですね。ザ王道。これ昔ゲーセンで5000円ぐらいかけて取ったやつ。え、待って、同じじゃない。今、100均にほぼ一緒のやつ売ってて、悲しいんですよね。お、ワールド。あ、かわいい。渡辺さん、今度ありがとうございます。エッジングック。そう、中に全部まとめられるのがすごいいいですね。ココキャンプ用に買った、めちゃくちゃ軽い。へぇー。軽っ。使ってます。へぇ、顔。これお酒飲むときに。おぉ。缶入れるやつ。缶入れるやつ。缶入れるやつ。これ、あとこれ。なんだっけ。ワークマン。あ、ワークマンあるの？ワークマンが出てて。これ私の秘密のコーヒーアイテム。お、あ、すごい。これ、ここで見る。そう、見る。後にここに溜まるので、ほう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 。でここにお湯入れると、この穴からこうドリップ、へー、すごい。そう、ちょっとずつドリップできて飲めるっていう。すげえ、めちゃめちゃ便利だ。めちゃめちゃ便利。で、お皿は100均。あ、見たことある。そう、かわいいよね、それ。で、意外と使いやすい。すごい。セリアとセリアです。セリア、結構ね、セリアと力入ってますよね。カトラリーはこのセットになって、おー、いいですね。で、ビントリーさんがアルストとかを出してたりとか、はい、ここ愛知県の地元のメーカーさんなので応援してます。そうなんですね。で、キャプテンスタッフのオペラカップです。お、定番定番品で、セラ丼です。あざっ。今日はちょっとこれでいっぱい料理しようと思って。おー、ありがとうございます。ちっちゃいミニトンク。あ、意外とこのサイズね、便利なんですよね。そう、便利なんですよ。以上です。はい、ありがとうございます。すごいっすね、結構もう。いっぱい持ってきました。
続きまして、はい、キャンさん、はい、お疲れ様でした。もう、はい、今日はもう終わりにしましょう。あなたの番です。もう全部家で使ってるものですね。なるほど。はい、あ、まあ、これはキャンプらしいですけど、スノーピークのテラカップですね、うん、はい。あと、これはマルちゃんと同じ、まさか100円で買いました。ゲーセンで撮ったわけです。いいな。安いですね。そうそうそう。これは普通に家用の鍋。カインズで買った取っ手が取れるタイプの。これめっちゃ良くないですか。これは普通に家で使ってる。これこういう。おお。こんな感じで。お、すごいすごい、はい、すごいすごいすごい。これでしょ。あとこれ下に置くやつ、なん100均かな。これ普通に家で使ってるから。おい、便利です。終わり。かわいい。かわいい。私はあのこういうやつ、はい、バーナーはあのスノーピークのホーム&キャンプバーナーを使ってるんですけど、忘れました。出たー。出た出た。やっぱこのハスラーで旅をされてたので、できるだけ荷物を減らそうみたいな。そうなんですよ。もう全然収納がないんで、なるべく荷物を減らしたいっていうのと、あんまガチャガチャならないものっていうことで、うん、バンブーの素材。そうそう、これコップバンブーなんですけど。そうですか。丸美さん、リキャンさんのこと。いや、何もなくていいよ。でも料理で言うと、こういうやつが実際使いやすいんだよね。そうなんだよね。そうなんだよ。そうそう。はい、ということでお二人、はい、料理道具紹介ありがとうございました。さあ、ちょっとこの次はですね、ぜひちょっとお二人に一品を作っていただきたいなと思いますので。何が出てくるの、何が出てくるのかな、対決かな。はい、ということで次の動画も楽しみにしていただけたらと思います。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。今ちょっと家に引きこもって、家の周りで完結できるキャンプばっかしてますね。ベランダ DIY してキャンプしたり、庭で DIY して、やったりとかして、ちょっとヘタレキャンパー。